定期的な吸引、検査、複数の科への受診、これは仕事か、そう感じる今日この頃ですが、そこで目にした光景はどこの病院もどこの科も人であふれていたということ。先週まで見かけなかった面会中止のお知らせの張り紙。風邪の流行で陽性患者数の急激な増加がその理由でした。自己免疫力を落とさないのが一番ですが、生活のリズムを保ち十分な睡眠を得るのはなかなか難しい世の中です。幸い感染症からは免れていますが、いつ罹患してもおかしくない状況のようです。そこで今回は発熱、熱中症などの脱水状態の際、命を守る経口補水液が手に入らないという状況を想定して、自宅にある砂糖と塩を使い手作りの経口補水液を作る内容となっています。これは水分補給が難しい災害時にも役立ちそうです。あくまでも応急処置として知っておくと安心。私のように作れるのと思った方には覚えていてほしい内容ですが、それだけじゃ面白くないので2種類作って飲み比べてみます。よろしければ最後までお付き合いいただけると幸いです。流行り病の影響で一時期ドラッグストアから経口補水液が消えました。いつでも起こり得ることなので、パニック買いに動じない知恵としてこの配合さえ覚えておくといざという時に役立ちそう。かくいう私は持病の関係でこの経口補水液にはたびたび助けられてきました。概要欄に印刷できる PDF のリンクを貼りましたので、気になる方はそちらもチェックしてみてくださいね。自家製経口補水液、分量水1リットルに対し砂糖 40g、 塩 3g、 水 500ml に対し砂糖 20g、 塩 1.5g。 砂糖に含まれているブドウ糖が腸管での水分の吸収を促進するという重要な働きがあるので、甘さを抑えるために安易に砂糖を減らすと水分の吸収率が落ちてしまうとのこと。ここは正確に測っていきます。今回は水 500ml で作ります。水は2回くらいに分けて砂糖と塩を十分に溶かします。このままでもいいですが、レモン果汁を加えるとすっきり美味しく飲めます。簡単に作れていいですが、体調が悪い時、単身だった場合を考えると経験上作るなんて難しい。なので市販の経口補水液も少し在庫があると安心。でもこちらは賞味期限があるので、自家製と市販選択肢があるとより安心ですね。先ほど砂糖と塩で作った経口補水液と、砂糖は使わずブドウ糖で作る経口補水液に仕上げにクエン酸を加え飲み比べてみます。ブドウ糖と果糖が結合してできた砂糖を使わず単体のブドウ糖を使うことで、全体の糖分量を減らし水分の吸収率をキープすることができるようです。カロリーは砂糖 40g は 150kcal なのに対し、ブドウ糖 18g は 60kcal、 60% もカロリーカットできるとのこと。ブドウ糖の備えがあるとヘルシーに摂取できそうですね。詳しくは概要欄に記載のリンク先からご確認ください。ブドウ糖で作る経口補水液、分量水1リットルに対しブドウ糖 18g、 塩 3g、 水 500ml に対しブドウ糖 9g、 塩 1.5g。 こちらも水 500ml で作ります。
この後、日賀さんのクエン酸とドラッグストアで購入したクエン酸でどちらが好みの味か飲み比べてみます。砂糖と塩で作った蛍光補水液にはドラッグストアで購入したクエン酸を加えます。ブドウ糖で作った蛍光補水液には日賀さんのクエン酸を加えます。日賀さんのブドウ糖とクエン酸で作った蛍光補水液、溶け残りもなく綺麗です。甘さもクエン酸の酸味もとてもまろやか、市販の蛍光補水液より薄い感じがします。こちらは砂糖と塩で作った蛍光補水液にドラッグストアで購入したクエン酸を加えたもの。甘さはブドウ糖とほとんど違いはありませんが、クエン酸の酸味がキリッとした感じ、こちらの方が後味がすっきりして好きです。どちらも甘さは変わらないので、カロリーの低いブドウ糖とドラッグストアで購入したクエン酸、この組み合わせが我が家の定番になりそうです。注意点として、手作りの蛍光補水液は当然ながら無菌状態ではありませんので、作った後は1日から2日以内に飲むようにしましょう。また蛍光補水液を手作りする際の欠点として、カリウムやマグネシウムの量まで市販品を完全に再現するのは困難であることに注意が必要です。発汗による水分、塩分補給には手作りでもいいのですが、ノロウイルス感染などで嘔吐や下痢を繰り返しているときはミネラルを多く喪失していますので、適切な量のミネラルを配合している市販の蛍光補水液の方が適しています。周りの人が熱中症になってしまった時でも、手作り蛍光補水液の使用はあくまで応急処置と考えるようにしましょう。